皆様、こんにちは。政治アンターティメントニュースに関するジャネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大カリスマホストで実業家のローランド27歳が12月18日に放送された東アジア E-1 サッカー選手権2019男子日本韓国。 富士テレビ系の副音声に失敗戦の森安はじめ監督を知った激励した名門提供高校サッカー部出身のローランドは10月26日に開催された 2019J リーグはイビシルバンカップ決勝でも副音声で出自身の経験をもとにしたサッカーファンをうならせるコメントを披露前半に先制される苦しい展開の中 ローランドは選手に敬意を払いつつ、ファン目線の意見を的確にチームを鼓舞。また、時折、打たなきゃ入らないとか解説の人が言うの、当たり前だろと思ってたけれど、今、解説の気持ちが分かった。この席に座っちゃうと言っちゃう。悔しいといった笑いを取るコメントも放つなど、解説席の舵取りを完璧にこなす。だが、敗戦後の森安はじめ監督について、ローランドは、 吐きないです。カリスマ性がない気がしました。ぶち切れて欲しいですよね。元気出していきましょう。森安さんとダメだし。ローラネットでは、ローランド様の副音声良かったな。結構言って欲しいことを言ってくれてた。サッカーより副音声の方が何倍も面白かったな。オリンピックへ向けて頑張って欲しいといった、絶賛の声が、